やっほー、こんばんは。やっほー、こんばんは。遅くなっちゃってごめんね。のっぽんたこありがとう。こんばんは。遅くなっちゃってごめんね。こんばんは。そう、昨日と今日とね、ちょっと家にいないのでね、いつもの背景じゃないんですよ。感謝枠申し込みます。ありがとう。ナオポンありがとう。遅くなっちゃってごめんね。こんばんは。そう、今日はみんなにね、話したいことがあるんですよ。つらちゃんありがとう。ちょっと今日バタバタしてて、朝から移動したりなんだかんだで、メールも全然送れず、ショールームも遅い時間になってしまってね、皆さん申し訳ない、ごめんね。全然メールも送れなかった。ちょっとバタバタしてて本当に。申し訳ない。明日はいっぱいメール送ります。翔也ありがとう。の来てくれるました。まずですね、今日の8時からの LINE ライブで発表されたんですけど、今回のセカンドシングルの曲に STU のドラフト3期生5人の曲が入ることになりました。イエーイ。嬉しいですね。なべなべありがとう。タコヒルポンありがとう。すごく嬉しいです。タイプ D に入るんですけど、ねねちゃんありがとう。ドラフト3期生 STU の5人での曲がいただけるっていうのがもう本当に嬉しくって、ちょっとサプライズチックに発表されたんですけど、その時も5人でめっちゃ喜んでました。だからまだどんな曲とかも全然わかんないし、私たちも何にも知らないんですけど、大事にしていきたいなってすごく思います。やっぱりこの5人で入ってきて、A さんありがとう。5人しか STU にはね同期がいないので、その5人でこう仲良しの5人で曲をいただけるっていうのがすごく嬉しいので、皆様からも愛されるような、ずっとずっとね歌っていただけるような曲にできるように、私たちのね、メイジーさんありがとう。私たちのなんて言うんだろう、5人の仲のいいところとか絆とかを思いっきり歌にね出していけたらいいなって思います。イエーイ。すごく嬉しいです。あ
ありがとうございます。あとトロメチコッコさんの曲もカップリングに収録されます。トロメチコッコさんとドラフト生5人の曲と夢力と、全員曲、ソダナさんも含めた全員曲とあるので、タケポンありがとう。すごく楽しみです。ミラニスタ19号さんありがとう、臨時ありがとうございます。そうだね、まあ私たちもまだ全然わかんないんだけど、タケポンありがとう。こうなんていうの、同期の5人で曲がもらえるってすごくありがたいことだし、5人しかいないわけだから、っていうはすごくね、どんな曲になるのか私たちも今からワクワクしておりますといった感じです。あー、オベワンケノビさん、タワーこまよー、ありがとう、こまよー、ありがとう、タワーこまよー、ごめんね、今日今もう東京のホテルにいて紙がなくって画用紙持ってきてなくってごめん、書けないんだけど、ありがとう、オベワンケノビさん、タワーこまよー、ありがとう。しんちゃんありがとう。まあ全然私たちもわかんないんですよ、 MV とかも全然わかんないんだけど、まあとりあえず5人の曲がいただけるっていうのがすごくすごく嬉しいです。そしてですね、明日は明日も幕張の方でね、あの握手会があるんですけど、七千静さんありがとう。あの幕張の方で握手会があるんですけど、明日牛増し使えなかった、ドラさん結構おめでとう、ありがとう。お、みんな明日来てくれる？イエーイ、やった。明日おしまし使えないんですけど、おしましで行くねって言ってくださってた方ごめんね。ぜひゆらのね券を取って来ていただけると嬉しいです。なんかサンタのコスプレはあれらしいですよ、用意されてるらしくって、だから私の分は持ってきてないです。昨日の感想をおしましで言いに来た方、あら残念、ぜひ次はね来てください。私もなんか使えないような気もしてたんだよね、なんとなくサンタさんだし、年末で今年最後の握手会だから、もしかしたらいつもよりたくさんの方が来てくださるんじゃないかなと思ってて、ね、もうちょっと頑張ってね、二部制になれるように頑張ります。そうなんよね、来年の目標は握手の部数を増やすことですね。追加で2月17日の感謝が申し込んでみて、お、ありがとうございます。そうだから早く完売させて部数増やしたいんですよ。
そう、もうちょっとだと思うんですけど。ね。どうなんやろな。まさみくんありがとう。明日の髪型はね、なんかそう、明日はなんか全員分サンタのコスプレが用意されてるらしくて、そんでなんかメイクさんが多分やってくださるらしいから、まあショートカットだからね、あんまりアレンジとかはできないんだけど、明日はメイクさんがしてくださるっぽいです。わかんない、自分でやるのかな。あの浴衣の時あったじゃないですか、夏に全員分浴衣が用意されててみたいな、あんな感じになるっぽいですけどね。今日も可愛いです、ありがとう。明日は並んでくださるファンの方もサンタさんの方が多いのかな。ね、クリスマスっぽい一日になりそうだね、明日は。ゆわぽんありがとう。今日は前乗りなんだけど、いやなんか今日の朝から東京に行っていろいろやって今って感じです。そうだね、浴衣の時はそう、まだツーショットとかワンショットとかできない時だったから、明日はねしっかりと皆さん残してください、フォルダに。あれだよ、サンタさんの格好を写真に残せるのってお得だよね、いつもの普段着より。ユースさんありがとう。早くやるやらしたい、ゆらゆらしに来てね。動画と写真どっちが好きですか。もうそれは全メンバー共通なんじゃないですか。私は写真の方が好きです。あ、誰でもやばいの今、ショールームイベントの後からね、ここを肌荒れしちゃってね、そうやばい、治んない全然。みんな抽選当たりますように。あれだよ、この AKB さんのさ、握手はさ、あの抽選に当たらないとあの写真も動画も撮れないんですけど、 STU の会社枠だったら写真とサインがね、必ず全員抽選なしで来れるので、ただいま絶賛握手会のね受付期間なので、よかったら STU48 キャラアニで検索してみてください。お笑い枠で田中です。私はあのクリスマスツリーになりたかったんですけど、本当なんです。だからぜひ STU の小枠のね感謝枠の方がね確実っちゃ確実です、っていううまい具合に宣伝、更新に入る時点で全部当たり。よし、毎週追加した、うん、ありがとう。ゆらって卵肌、え、どうなんやろ、卵肌なんかな、どうなんやろ。もちもちしてると思う、結構。
そうだよ、会社枠みんながね開けてくれた会社枠いっぱい取ってくださいね。 STU の方は友人を連れて行きます。お、連れてきて連れてきて。連れてきたよ友達。申し込みいつまでだっけ、25だっけ。アップユラちゃんは赤ちゃんやな。みゆみゆさんがね最近ね、最近私のことをお母さんって言ってくるの。私は最近アリちゃんさんをぎゅうしながらよしよししてアリちゃんさんをね育てたい、育てたい欲に駆られてるの。可愛すぎて私が育てたいアリちゃんさんを。超可愛い。何言ってるのよらこって言われちゃうけど、リップの色取れちゃったんだよ多分もっと濃かったんだけどね。25日の13時までありがとう。なんで知らない間にどこに入ったんやろね、なんでやろ。そういえば昨日お見送りでマリーナにヨラヨラって言われたよかわいいマリーナ。また明日。最近みゆみゆさんの私のベビタン感が強い。かわいい、いつもベタベタしてくる。私がさ化粧とかしててもさ、こう私にめっちゃこうくっついてくるからさ、化粧できなくてさ、もうって言ったらめっちゃ笑ってもっとくっついてきた。いたずらっ子。え、私アリちゃんさんと並んでたっけ。3部で会いに行きます。お、来てね、約束だよ。あのさ防波堤の上に立てがさ、みゆみゆさんが私の後ろなんだけどさ、本番でもね、リハーサルではねすごいねすごいくっついてくるんだけどね、本番でもねなんかねコショコショしてきたりとかするの普通に。本番でコラコラコラって感じ。コラコラコラって感じ。初めです。握手会行くよ。お、嬉しい。逆にショールームを見たことないのに握手を取ってくださってたんですね。ありがとう。なんでだろう、なんでヨラあかりって表示されてたやろうね。バグったのかな。海牛さん、初見さん、ありがとう。 ST のゆらりんことゆらあかりです。そうだよ、あそこはなんか防波堤の上をみんなで歩いてるみたいな振り付けで、防波堤の先に行ったらそこでピョンって飛び降りてまた後ろに行ってみたいな設定なんですよ。でも私防波堤あんまり、なんて言うんだ、その防波堤の上を歩くっていうのがよくあんまりわかんない。海の近くで育ったわけやないから。でも青春っぽいよね、あの振り付けのシーン。チョロヒゲさんありがとうね。可愛いよねあそこの振り付け、なんか防波堤が見えるよねちょっとあそこの防波堤の上でみんながイチャイチャしてるシーンを見るのが好き。暗闇の中で一番好き。うん、ありが
とう、そう、ドラフト制カップリング曲ありがとう、たくさんありがとう。 STO タクは一回は防波堤ごっこしてるですウケる。ちょっと気になってただけが最近好きになってきてるかも。ほんと好きになってください。お湯寒くない？いや、寒くないですよ、全然寒くないよ。でもコートまだ着たまんまだけど、なんかでもドラマとかでありそうだよね、防波堤の上をさこう歩いていく感じ、青春ドラマでありそう。あんま見ないんだけどねドラマ。なんか昔めっちゃテレビっ子でドラマすごい見てたんですけど、もうほんとね STU になってからドラマ全く見なくなった。最近はなんかドラマ見るよりも携帯で YouTube 見てる方が長い気がする。 YouTube の方が簡単に見れるしね、お部屋で見れるから。私のお部屋テレビあるんですけど、リモコンがないから、リモコンがないから私あれテレビの電源抜いてるんですよ。だから本当にただの飾り、私の部屋にあるの。チョロヒゲさんありがとう、たくさんありがとう。メリークリスマス。寒い、寒くないよホテルの中だから。でも今日ねちょっと怖い目にあったんですよ。なんかね、あの今日用事があって、東京で用事を済ませてホテルにみんなで来たんですけど、なんか私たちの乗ったタクシーがわざわざめっちゃ遠回りをして、普通で行ったらなんかこの額で行けるっていう額の2倍ぐらい取られたんですよタクシー。なんか田舎者だと思われたのか、めちゃめちゃ遠回りをされてですね、すごいお金がかかっちゃったんですよ。時間も倍ぐらいかかっちゃって、タクシーの運転手さんに。東京怖い、東京の闇だと思った。道わかんないからさ怖くない？東京怖い本当にって思った。その時にねえ、ありがとう、まさみくんありがとう。そう、え、めっちゃ怖くない？そんなことはされることってあるんだって思ったもん、わざわざ遠回りして。広島はないからさそういうこと。てか私たちも道分かってるからさ、広島だったらこっちの道から行ってくださいって言われるけど、東京だと分かんないから、都会怖い都会怖い。でもなんかこの話したっけ、タクシーがさ、あの最近さ、あの車よりなんかなんていうの、ワゴン車じゃないけど、なんか大きくなってるじゃん東京のタクシーって。結構あの普通のさクラウンのやつじゃなくてさ、なんか大きくなって、なんていうの、なんていうんだろう、ああいうのちょっと大きくなってるじゃんタクシーが最近東京。うん、大きくなってるじゃんか。あれですよ、東京オリンピックまでに全部の、そうワンボックス、そうワンボックスみたいなやつ、東京オリンピックまでに東京は全部のタクシーをあれにするらしいですよ。ヒレポンありがとう。外国の方ってさ、あの背が高いやんか、やけんオリンピックで、あの東京オリンピックで東京に来てくださる外国の方のためにちょっと大きめに、背も天井も高めに、あとはなんていうの、キャリーケースをそのまま入れれる、あの車に変えるんですって。
で、なんかその話をメイクさんがしてたのを聞いたんだけど、だからこの間岡山に行った時にそのワンボックスのめっちゃ大きいタクシーに乗ったらしいんですよ、そのメイクさんが。そしたらその岡山のタクシーの運転手さんが、このタクシーまだ岡山で2台しかないからラッキーだねって言ってきたんだって。東京だったら結構もうそれがいっぱいあるんですけど、岡山はそうらしいですよ。タクシー絶対使うでしょ、だってオリンピックで来てさ、ホテルまでとか乗ると思うよ、タクシーいっぱい外国の方ね。岡山オリンピックになったらね、岡山も変わるんだろうけどね。広島も最近でもその大きいタクシーがね出てくるようになったの。でも都会でもう今日ぼったくられたから、もう都会のタクシー怖いからやだ、怖いもん。マジで遠回りされてさ、倍ぐらいお金かかっちゃったの。本当に怖いと思った、東京のタクシー。なんか結構さ、あのタクシーでさ、普通にメンバー同士で一緒にタクシー乗ってるとさ、いろんな話をさしちゃうじゃんか。でもたまにね、運転手の方がねファンの方だったりする時があるからね、そう情報とかだからね漏れちゃわないようにね、あんまり話しちゃダメだねっていう話になった。結構メンバーあるあるですよ、運転手の方がファンの方明日おしまし使えないんです、ごめんね本当に。ぜひね、今年ラストの握手会なので、いたー、たくさんの方に来てもらいたかったんですけど、まだ一部だもんで。ん？ドラフト生の楽曲まだ聞いたことないよ。台湾よられさありがとう。確かに。マジか。でもなんかめっちゃありがたかった。あんさん、伊勢ありがとう。3部の時ってさ、もう本当に朝早いの、集合が。だからさ、めっちゃ朝早い集合じゃなくって、今日東京でちょっと用事があったから、全泊できると、すごく気が楽だなって思いました。まだ撮ってないですよ、ドラフト制の楽曲は。タイプ D です、そうです。ごめんね、来年いっぱい握手しようね。ドラフトの D だからタイプ D なの？そういう意味か、今気づきました。それはすごい、そりゃすごい、そりゃすごいですね。そういうことか。そうしておしまし使えないんです。ということで50分になっちゃったので、
監視枠ありますよ、東京と大阪で。そう、今日はちょっと50分だったんで、ですね、今日の8時からの LINE ライブでですね、発表されたんですけど、もう一回ちょっと嬉しいので言うとですね、 STU48 のセカンドシングルの、タイプ D のカップリングですね。タイプドラフト、タイプドラフトだね。タイプ D のカップリング曲にドラフト3期生、私たち STU のドラフト3期生の5人の曲が収録されることになりました。イエーイ。5人でね歌えるっていうのがすごく嬉しいし、私たちはねドラフト生5人しか同期がいないのでね、この5人の絆とかをねこの曲にいっぱい詰めて歌えれたらいいなって思います。あと本当にねこの5人でね一緒に歌を歌えるっていうのがもうすごく嬉しいねっていう話をみんなでもしてて、本当に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。皆さんもねまだどんな曲になるかとかは全然わかんないんですけど、楽しみにしておいてくださいね。ちなみにあとは夢力だったりとか、ナナさんも含めた全曲だったりとか、とろみちこっこさんのね楽曲もカップリングに入るので、まあでも皆さんよかったらタイプ D のタイプドラフトのカップリング曲の方もねチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、そして明日はですね幕張メッセで第3部でですね、握手会があります。明日おしまし使えないんですけど、サンタさんも着れるのでね、ぜひぜひ会いに来てください。そしてね明日はツーショットワンショットゆらのサンタ姿を残せる日なので、ぜひ皆さん抽選当たりますように。はい、楽しみ。めっちゃ今年ラストの握手会なのでねすごく楽しみです。67番年です。みんな来てね。はい、そしてですね、ただいま STU48 のセカンドシングルのね握手会の方の受付も始まっております。感謝枠も、東京と大阪で開放された日はねもう感謝枠の申し込みも始まっているので、感謝枠はねあれです、ツーショットもサインもね抽選なしでできるので、ぜひ会いに来てください。他の日もね私がマモ枠を出したい日とか、感謝枠を出したい日がねまだマモ枠で終わってたりするので、もしよかったらゆらに会いに来てくださると嬉しいです。まだまだ厳しい状況なので、ぜひ会いに来てください。お願いします。ビキカも申し込みしました。ありがとう。マモア首買いまくります。ありがとう。ケニダイホイさんありがとう。ワンショットツーショットどっちでも OK。 どうなんやろ、多分ツーショットだった気がする。ありがとうみんな。私の目標的にはね全部の日程で監視枠を開きたいなと思ってるので、ちょっと今日は昨日と今日はねバタバタしててもうお家じゃなくてホテルとかであんまり配信できなかったんですけど、広島に帰ったらゆっくり配信もしたいと思います。ごめんね。まさみくんありがとう。ちょっともうちょっとゆっくり配信も
ね、ちゃんと時間取ってやりたいと思います。そしてメールもね、今日ちょっとバタバタしてて全然送れなかったんだけど、ごめんね、ずっと東京でちょっとした用事があってやっててなんですけど、明日はメールもたくさん送るので待っててください。サンタさんの姿のね、メールもメールでも送るつもりでいるので楽しみに待っててください。握手会に来れないよって方もね、ちゃんとメールで送るので待っててね。明日はいっぱい送るね。ありがとう、昨日。それな、4時間半の新幹線つらいよね、わかる。お尻痛くなっちゃうよね。そう、今日は全然遅れなかったからね、メールが。明日はちゃんと送ります。でも皆さんに嬉しい報告ができて本当に良かったです。ドラフト生5人の楽曲は本当に。メールでもサンタオフショー欲しいです。もちろん送りますね、サンタの写真いっぱい。かわいいぞ、ありがとう。ケニーダヤホイさん、ありがとう、かわいい。ちょっとね、今日ホテルだからさ、隣にもうこの時間の中響いちゃいけないので、今日はちょっとカラオケ歌えないんだけど、広島に帰ってゆっくり配信をしたらね、毎配信の終わりにカラオケもね歌いたいと思うので待っててください。マイシカのイロちゃん先生方、本当ですか。明日はあれだよ、あの全員分の衣装をあの向こうの方がね用意してくださってるから、どんなサンタ衣装なのか全然わかんないです。ヨラが持ってきたサンタ衣装じゃなくて用意されてるやつです。それではそろそろ壇上を読んで終わりたいと思います。あんまり長くできなくてごめんね。広島に帰ったらゆっくり配信するからね。明日はメールもいっぱい来るからね、ごめんね。それでは壇上読みます。13位がつだちゃん、ありがとうございます。12位がミラニスタ19号さん、ありがとうございます。11位がリンジーアトユラキュン、ありがとうございます。10位がタケポン、ありがとうございます。9位が台湾夜嵐、ユラの笑顔が好きだよ、シェイシェイ、ありがとう、ワンオン。8位がまさみくん、ありがとう。7位がナルコ、ありがとう。そして6位がヒワとメリーポピンズ全員さん、ありがとうございます。そして5位がユマポンアットユララ、ありがとうございます。あら、変わっちゃった、壇上は。読み直します。13位がケニーダヤホイさん、ありがとうございます。12位がタケポン、ありがとうございます。11位がナルコさん、ありがとうございます。10位がしんいちさん、ありがとうございます。9位がヒョウとメリーポピンズザヤさん、ありがとうございます。8位が台湾ヨラ嵐さん、シェイシェイ。そして7位がユマポンアットユララ、ありがとうございます。そして6位がチョロヒゲさん、ありがとうございます。そして5位がショーヤ、明日も行けない船も風も待ってます、ありがとうございます。そして4位がリンジ、イラキュン、ありがとうございます。そして3位がまさみくん、ありがとうございます。そして2位がトナカイのヒレポン、明日はコスプレ完全版で遊びに行きます、ありがとうございます。そして1位はダラダラダラデン、オビワンケノビさん、ありがとう、ありがとうでした。タワーコマーよ、おぱさんへ、ありがとう。それでは皆さん、明日の配信と握手会で会える方は会いましょう。おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。